第回七散歩。皆さんお久しぶりです。久しぶりアンズさんと今日はリルと、はい、こんにちは。カメラマンに初登場ですね。ななみちゃんです。お願いします。お願いします。今日は女子で散歩行ってきます。聞きますか。ななこさんが、聞いてください。私毎回聞いてるんで。聞いてみてください。私聞いたことあるはず。はい。あ、どこがいいですか。どこがいいかな。裏バル行ったんですもんね。行きました。え、どこ余った余っ。大きい集落結構まだ残ってる。カモとかがいいです。カモですね。はい。行ってみましょう。よし。カモ。お。はい。荒木。荒木です。こんなんでいいですかね。はい。荒木に行ってきまーす、はい、荒木に着きました。荒木といえばですね、私はばあちゃん、じいちゃん家があるので、とりあえずちょっと顔見てあっちから散歩に行きたいと思います。3時になったらいつも近所のおばちゃんたちが集まってお茶会をしてるので、タイミングがちょうどですね。ちょっとじゃあ行きましょうか。はい、はい、あら、あ、こんにちは。あれだね、起きてるかな。ここであれしてましたよね。そう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 、あれですよね。あ、自由に集まる感じなんですね。自由に集まる。ビリオチ。そうそうそう。テキテキ。で、荒木の散歩。テキ。みんな孫なん。違う、みんな孫じゃない。友達。友達。そうそうそう。そうね。荒木のおすすめの場所。ある、おすすめの場所は分からん。あの、ここ行った、あ、ここ行った方がいいよって。いや、お父さんに聞きなさい。あ、そうね。上がってきて。じいちゃん荒木のおすすめのここ行った方がいいよっていう場所ある。場所。あらきにごその勧め、だんが勧め売り場ね。売り場ね。オッケー。売り場に行ってきます。じゃあね。わかるわかる。とりあえずここら辺散歩して売り場に行ってくる。気になるいろんなところが出てくる。あらきには初めてでした、リル。売り場以外は初めて。おう。あ、そうですそうです。あと中西公園ぐらいしか行ったことないです。こんにちは。七子、久しぶり。プレだよ。友達。こんにちは。友達。島の。島のじゃ、島外の人。え、そうね。うん。機械島一瞬見たよ。あ、海岸なんか行って。今から売り場間に。うん。売り場間。うん。道に、ね、うん。歩いて。歩いて。ええ、一回行きます。安心よ。ここで住んでるの。え、ほんと？うんうん。誰ねえな。二人とも。そう。住宅にゃ。住宅。うん、住宅みたいな。結婚してるの。結婚してない。してない。ない。二人とも。うん。け、ゆっけの、うん、もらい場や。おじちゃん。私はおじちゃんに同会って。ありがたいお話。大阪にいるのよ。大阪にいるんだ。こっちのよ。あれ、またね。ありがとうございました。ありがとうございました。何人ぐらいが集まるんですか、そのアンデさん。でも多いって言って、つまり回ってません。集まれる人が、じゃあ集まる。いつも場所一緒なんですか。いつも。へえ、いいですね、コミュニティ。そうそう、仲良し。
あのなんか方言の会してた時もあのメンバーですか？そうそうそう。見ました。本当難しいですよね、方言は。英語よりも。石岩島があります。あ、本当だ。何ですかこれ？なんか、なんだね。車が、こう、こう、なんちとかい魔除け、みたいな、これですか？役割。てか、こうなんか、突き当たりかな。こう車が、っていうときに、こういう、あるらしい。よくわかんないけど。あ、ぶつからないように的な感じですか？そう、そういう、あ、なるほど、場所に。おー、ちょっと島いっぱいありますね。今カットしない。カットしないでください。なんかさんが説明してくれてさ。カットされがちなんですか？いや、多分またこいつ覚えてないわって。確かに違う時に説明されてたような気がします。けど私も覚えてない。荒木って広いんですか？そんなに広くない気がするけど、ワンよりは広くない。うんうん、ギュッてますけど、ね、まあなんか向こう側にもポツンと家があったりとか、うん、忘れてるけど、密集してるのはこの辺。うーん、あの、これが好きだわ。これはあれだ。何？あ、そら豆。ですね。かな？だよね。うんうんうん。すごい立派な。大きいキャベツ、美味しそう。うん、どこか分かりませんね。どこだ、ここは。ね、ここどこでしょう。どっち方面に行ってるかも分からんですね。うん、どうだろうな、ここは。あ、ここか。あ、でも車通ってますね。いや、5分くらい歩いたかもわからない。え、5分ぐらい、いや10分ぐらい、10分、15分ぐらいもう歩いたんちゃいます。でも本当だ、県道って言うんですか？大きい道に出てきました。大きい道に出ちゃった。かわいい石岩島がありました。こういう感じ。止めないのに。確かに。お花とか君も止めないですね。散歩してまーす。穏やかな日曜日です。それはそう。歩きのバス停ですね。あ、本当だ、いい匂い。ほんまいい匂いする。荒木ん？下がっ、これ下がるあれです。そういうことですか、これ。あらき、あ、下がってます、ね。はらき、あ、そういうあれなんだ。でもあらきはあらきなんですね。なんかなーてみたいな。なんか島のイントネーションでいくとあらき。あ、確かに。あらき、おごってる、うん、ね。これ標準語バージョン。標準語あらきじゃないです。荒木です。荒木です。平坦ですよね。荒木。荒木。荒木。これ適当かな。ね、なんか全部にあるけど。確かに、確かに。へえ、こんな感じなの。そう、あるの。でもね、なんか全部あんまりしっくりこないんだ。じゃ、島じゃないか。なんか。めっちゃ綺麗ですね。誰か管理してるんだ。これ座るとこあるんですか？なんかありますよ。あ、へえ。めっちゃちゃんと綺麗。本当だ。
最近塗り直したのかな。だからね、適当に詳しい荒木はですね、郵便局もあります。ほんまや。で、藤崎商店キラキラキラちょっとおちゃんに聞いてきます。サービスショットだね。OK です。人形を写さないように持っときますね。私がじゃあ、何ですか？あ、はい、いい扉だよ。あ、いいよ。坂井さんの孫、こんにちは。少々、ただトマトもあります。ただのりの娘。そう、はい、そうです。ただのりの娘、うん、渡りとこっちゃうのはいいよ。ただのりだよ。地卵、島を出すんじゃ、ね、あ、いい、あら孫やね。あとただのりの娘だもんね。ただのりの娘です。ほら、のり娘なの。のりの娘よただ一の孫よ。そうです。アンダーギーもあります。わからない。ごまかしもあります。ふみたパンもあります。じゃがいももあります。ちなみに米盛りから仕入れてます。です。食べていいですか？あ、どうぞどうぞ。焼酎もあります。アイスもあります。カフェですね。機械ベース、機械ベースです。荒木小学校。ちょっと一瞬撮ってきます。皆さんぜひ機械ベースカフェに来てください。ライブに歌うか。なんか耳に残りますよね。マリコさんも歌ってましたね。何の歌ですか？スナッチライフの歌。なんかあのカマキ、カミキリムシの時、はいはい、ナンコさん歌ってた。ナンコさんじゃない、マリコさん。どのあれだっけ？あーたるるるる。じゃ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 。この編集難しそうだね。いや、そこに出口があるんだから。出なさそうな。あ、出るかも、水が。うわ、あ、喉乾くと。美味しいね。美味しいね。ここに休憩場所もあります。めっちゃしっかりした。ね。これここまで見えた。こっち通れるかな。こっち通って売り場に行きましょうか。されますね。いません、何も。フィルム覗いてる。怖い、落としそうであんま覗けない。確かに、ね。こんなに高いやつじゃない。いや、どうしますこれ、落としたら。もう一回歩くんですか？確かに問題もありますね。あ、いいですね。確かにいい、うん、ディルいいよ。
めっちゃ綺麗今日。あいいですね。飲み物あんまりなくて。めっちゃいい。最高。走り回れると思ってるんかも。長いさ、長いビヨーンってなるやつ。そうなんですよ。ね。はい、欲しいねっていう話をね。あれいいよね。はい。リルのビョーンってなるやつ買う寄付金とか売るコーヒーだったらみんな確かにあすぐもう1日でいけますで何種類も確かに買ってくる人も来るかもう買ってくるよ20みたいに売っとったけどねあそうなんですか、うんうん、いくらぐらいですか2,000〜3,000円ぐらい2,000円ぐらいすごいめっちゃなぎだめっちゃ綺麗よしとりあえず、ありがとうございます、はい、え、どこにですか？どこですか？あ、本当だ！え、どこどこ？あいたいたもう消しました？いや、消してないけど、見えなかったかもすごいいたもう一回プシューするんじゃないかなねあ、今年初クジラ、私も今日はいいよ今日はいいもっといそう普通わおお来た来たすごい収めれますかおいるいるすごいすごいすごいいるいるいるこんなすぐ見つかったん初めてかも、ね、お疲れ様でしたリルが絶妙に入らないうわ荒き散歩いいね意外とスポットもねたくさんあって何事たくさんあって本当はまだ行きたいところあったんですけどそこはまたなんかね紹介できたらいいなと思います皆さんの今の時期ウルガマクジラ見れるので機械ベースでご飯食べて藤崎商店で飲み物買ってウルガマに来ることをお勧めします。今日はありがとうございました。また次の散歩で。で、空を映すらしいです。あ、へえ。こうやって？こんな感じですか？そうそう。これでいいのかな？はい